回は僕が住んでいるウィスラーの山の一部をご紹介いたします。はい、ビレッジに着きました。昨日あんま降ってないからあんま混んではいないと思うんだけど、ここがビレッジですね。ゴンドラで一気に上がろうと思ってましたが混んでいたのでリフト乗り継いで上がります。リフトの方はだいぶ空いてますね。素晴らしい。リフトで着替えたいと思います。はい、というわけで着替えました。はい、まださっきのあのピッツっていうチェアリフトに乗ってます。あと2回乗り継いだら上まで着きます。でもう1個上がったらさらにあの本当のピークの方まで行けるので、今日はそこまで行って、上からの眺めをですね、ぜひ、見ていただければと思います。まずはフィッツシモンズエクスプレスに乗ってすぐ隣にあるガルバンドエクスプレスに乗り継ぎます。奥に見える山がブラックムマウンテンです。この日は天気が良くて本当に気持ちよかったです。ガルバンゾエクスプレスを降りたらレイブンというコースを滑りながらニューエメラルド6エクスプレスチェアを目指します。このリフトでゴンドラの降り場と同じ高さまで上がります。からピークチェアリフトに向かいたいと思います。あそこの上ですね、あっちの上に行きたいと思います。ウィスラーマウンテンのピークへはこのピークエクスプレスに乗っていきます。そしてピークからの眺めはこちら。いやーめっちゃ綺麗。今日めっちゃ晴れてて気持ちいいですね。今からちょっとシンフォニーに向かいたいと思います。雪がいっぱい降った時はこのシンフォニーというエリアが大人気です。シンフォニーエクスプレスに乗りフルートボールを目指します。奥に見えるこの山です。今からここをちょっとハイクアップしてみます。だいたい20分ぐらいかな。最近本当に運動不足だからもしかしたらもうちょっとかかるかもしれないけど、まあゆっくり上がっていきたいと思います。あともう半分ぐらいですかね。あれがシンフォニーの頂上です。ふぅ、頑張ります。もうそろそろですね。とりあえず一番ところ高いところまではもう着いたんで、ちょっ
ょっとその隣の、ノースフルートっていうのかな、わかんない、その隣のピークまで行きたいと思います。もうちょっとですね、あっちの上まで行きたいと思います。もう少しだけハイク頑張れ。あそこです、ピークはもうすぐそこです。着きました、イエーイ。やばそうです斜面が。ちょっと準備したら早速ドロップしたいと思います。準備いいかい？いきますよ。よかったね。今からブラックマウンテンに向かいたいと思います。ほほさっき乗ったシンフォニーエクスプレスで再度上がって、滑ってこけてを繰り返すとエメラルドチェアリフトに再度たどり着きます。エメラルドチェアリフト上がるとピークトゥーピークというゴンドラにたどり着きます。このゴンドラはウィスラーマウンテンとブラックムマウンテンを結ぶゴンドラで、全長 4.4km もあり、約 3km の間は鉄柱がなく、このようなゴンドラは世界でここでしか見ることができません。からはなんと436メートルの高さに設置されています。約11分間ゴンドラに乗るとブラックムマウンテンにたどり着きます。次回はブラックムのスノーパークをご紹介。お楽しみに。